はい、コジノオシメ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますメガトレショップから届きました、こちらね、輸送箱なのでね、この輸送箱からとりあえず出してみましょう。はい、出ました。ついにね、届きましたよ。メガハウスから出ましたデスクトップリアルマッコイ EX ですね。はい、そちらのドラゴンボール Z 孫悟空&孫悟飯&二足歩行ロボットっていうことでね、いやこれ出ましたね。デスクトップリアルマッコイはすでにね、何個か出てるんですけれども、 EX っていうことでね、こちらちょっと大きさがね、通常よりも大きいみたいですね。はい、これのね、出来の良さがね、すごく気になってたんですよ。それがやっと発売されましたね。ということで、とりあえず今回はこちらをご紹介していきたいと思います。通常通りね、こちらの箱一回転させて見てもらいたいと思います。はい、ということでね、箱自体は意外にポップな感じですね。ポップな感じの外箱です。じゃあとりあえずね、中ブリスターだと思うんですけれども、ブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、通過ってね、ブリスターの状態も見てもらいましたが、なぜかブリスターちょっとこっちが歪んでるな。では早速フィギュアの方取り出してみたいと思います。はい、開封の途中なんですが、意外にね、緩衝材とかそういうのがね、すごいかましてありますね。結構ドラゴンボールフィギュアじゃ珍しいですね。まあ色移りとかそういうのの防止なんでしょうね。あるいはこういうのもね、全部剥がしていきたいと思います。はい、ということでね、緩衝材全部ね取り出しました。とりあえずね、台座の方を見てもらいたいと思います。こちらです。ドンとね、いやめっちゃシンプルですね。シンプルな、これはライトグリーン、黄緑なのかな。すごいクリアですね。厚めのアクリル、台座自体はね、ほんとシンプルですね。はい、では早速ね、フィギュアの方を見てもらいましょう。こちら、はい、いやこれはね、いやまだねついてたね、すごいちっちゃいところ、ここブレーキのところですね。はい、いや結構これマジさ、すっごいなこれ。いやめっちゃ細かい、作りが細かいですね。メカの作りが、いやすっげえこれ。いやこれは見事ですね。造形としてもすごい細かく再現されてますね。いやーすげえ、二足歩行ロボットいいね。鳥山明っぽいメカニック、すげえ。こういうダンパーとかね、メカメカしい。でリアはね、ちゃんとテールランプとね、ウインカーもついてて、ナンバーもありますね。このナンバーは意味あるんですかね。58の NO なのかな、018なのか分かんないな。でイーストナンバー439。いやすげえ。で肝心のフィギュアの方ですね。悟空の方から、はい、まあイラスト自体がね、元は平面のイラストなんでね、立
体化するにあたってね、角度とかはね結構難しかったと思いますね、まあ、その中でもねすごくよく再現されてるんじゃないでしょうか。服装もねすごいね、悟空が着そうにないカジュアルな服めっちゃカジュアルだね。で帽子が孫悟空ってね、自己主張が激しいですねご飯はね至って可愛いですね、服装がもうこのカバンにね靴をぶら下げてる、これいいね。で傘ですよ、傘がぶっ刺さってる、いや可愛いですね。リアシートにね立たせてるんで、こう靴はねカバンにくっつけてるっていうことですね。はい、で肝心のご飯のお顔がこんな感じ、まあ見づらいですけれども、よく再現されてると思います。ちょうどおかっぱ頭の時ですよね、まあこういう角度ですかね。いやこれめっちゃいいね、いやこれはいい。でこのねワイヤー部分もね、これは何ですかね、素材が本物のワイヤーみたいな素材です。でタンク部分にもねちゃんとメーターがありますね、いやすっごいなこれ。ほんと鳥山明ってこういうメカ描くとすごいよな。でちゃんとカプセルコーポレーションのねマシンです、マシンということでね、ことぶきでヘッドライトもクリアパーツですね。まあさすがにこれは点灯しないですけれどもね、はい、このレバーなんだろうね、このレバー、これを倒すとヘッドライトがつくみたいな感じなのかね実際は。いやほんとこれ素晴らしいな。いやデスクトップリアルマッコイの中でもやっぱ大きいしお高いだけあるかなっていう感じですね。はい、では早速ね台座にくっつけてみたいと思います。であのねその前に支柱がね結構いっぱい入ってるんですよ。いっぱいって言っても4つなんですけれども、まずこのね一番ちっちゃい支柱、これをねまず右足の裏に差し込むらしいです。はい、これはね蹴って入るんじゃなくてもうスカスカですね。はい、であとはねこの支柱が3本、はい、図面を見ながらだとこの支柱がとりあえずここに入るのかな、で一番でかいのがここですね、後ろで、これはねちょっとね凹凸が見づらいですけれどもあるんですけれども、それの支柱がこの真ん中ですね。はい、であとはかませる場所を合わせるって感じです。やっていきたいと思います。はい、ということでねとりあえず付け終わりました。いや結構ねなんか支柱めんどくさいですね向きとかがね結構あるんで、それを合わせるのがちょっとめんどくさかった。まあでもねなんとか合わせることができましたんでね。はい、ではこの後はね背景を綺麗な背景に変えて台座を回転させてお別れしていきたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
カなことやってねえで働け。